トレイシー・トムズは、アメリカ合衆国メリーランド州ボルチモア出身の女優。レント、コールドケース迷宮事件簿、プラが起きた悪魔、デスプルーフ・イン、グラインドハウスなどで知られる。ハワード大学で芸術の学士号と、ジュリアード学院で演劇の学位を取得後、舞台やテレビドラマで活躍し、2004年に映画デビュー。いくつかの映画に出演しており、映画、レントで、 モーリン・ジョンソンの恋人の弁護士である、ジョアン・ジェファーソン役で、最もよく知られている。ブロードウェイ公演では、フレディ・ウォーカーが、ジョアン役を演じていたが年齢を理由に降板していた。トムズは、役が決まる前から舞台版、レントのファンで、ブロードウェイに何度も見に行っていた。2007年、レント共演者のウィルソン・ジャメイン・ヘルディアと、ロザリオ・ドーソンと共に、映画、ディセントに出演した。 同年、クエンティン・タランティーの監督映画、デス・プルーフ・イン・グラインドハウスにドーソンと共に出演した。2004年、レジーナ・テイラーのドローニングクローでブロードウェイデビューした。その後も何度か舞台に立ち、2008年7月18日、レント・ファイナルキャストにジョアン役で参加し、7月26日から出演した。最後のステージは DVD、 レント、フィルムドライブオンブロードウェイに収録されている。2010年8月6日から8日、ニール・パトリック・ハリス演出の他のプロダクションによるレントで、ジョアン役を再び演じた。その他の大役に、デスプルーフ・イン、グラインドハウスに、キムがある。テレビドラマでは、コールドケース迷宮事件簿にキャット・ミラー役で、第3シーズンから最終第7シーズンまで、レギュラー出演している。 ありがとうございます。